Windows ね、Microsoft Paint が結構優秀でね、こう書いてる、まあこの今 V ドローでもね、こうやって書くとね、割とその書いてるっぽく見えるんですよね。で、このキャラクターが書いてるように見えるのは、この、まあ、例えばアイシアさんが使っている動画を見てよ、わかるように、こんな感じで黒板代わりに使っております。っていうのと、テンピーがありました。まあ、よく言いますよね、テンピーさん。はい。で、この時、ファイ内の点で。まあ、なんか、黒板っていうよりも、なんというか、ホワイトボードかなっていう感じもするんで、まあ、緑のね、黒板にもなったらいいかなと思ったんで、ホワイトボードにもなるような、まあ、黒板にもなるような、どっちにもなるようなね、そういうソフトを、まあ、プログラミング入門という、ことでやっていけたらなと思います。はい。はい。というわけで、やっていきましょう。プログラミング、皆さん、やったことありますか？最近のね、プログラミング人気ランキング、結構いろいろな言語がね、ランクインしてる。プログラミング人気言語。数学系の人はホワイトボードとか、まあね、確かにね、黒板使いますよね。塗りつぶしで黒にするだけじゃダメなの？まあ、それでもいいけどね、この、塗りつぶして、こうやって、塗りつぶしてね、この第二カラーを塗ってこれして、例えば、これをこう、デリートすれば、これでなるんだけれども、まあ、もしかしたらね、今後、面白い機能が欲しくなったりするかもしれないんで、まあ、オリジナルカラーというのが欲しいかなということでね、まあ、練習にもね、あったらいいかということでやっていきましょう。まあ、ちょっとそのプログラミング言語を何を選ぶかっていうことなんですが、データから紐解く2018年の人気プログラミング言語を徹底比較見てみましょう。プログラミングは基本2進数でしょ。そう、2進数が基本です。さて、今人気の言語は一体何なんでしょう。まあ、静的プログラミング言語と動的プログラミング、なんか様々なね、言語があるみたいなんですが、動的プログラミング言語、ありがとうございます。今ね、いろいろどんな言語が人気なのかっていうのを、はい、JavaScript、うん、まあ、これもね結構人気ですね。なんでこれが人気かっていうと、ブラウザで動くんですよ。ブラウザ上で動くってことはどんな OS でも動くと、あとは Ruby、Ruby はやったことないね。 Ruby on Rails、 このソフトがすごく人気でしたね。あと、Python。紙テープをポチ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 。紙テープをポチポチポチ。やっていく。まあ、コンピューターはね、紙テープでソフトウェアになってたということも歴史的にあるんですけど、この Python っていうのはね、最近、機械学習、特にニューラルネットワークのね、分野ですごく人気になってきて、大学でよく利用されている言語ですね。いや、PHP。PHP はちょっと前まではすごくね、よく聞いたけど、最近あんま聞かないね。はい。トロンってどこ行っちゃったの？さあ次、Java。Java もね、やっぱ、有名ですよね。ゲームとかね。やっぱ Java はどこでも動くっていうのがやっぱ、はい、いいんでしょうね。はい、C 言語。まあこれもね、言わずと知れた C 言語でしょう。まあ OS とかはこれで書かれていることが多いんじゃないですか？まあそれで C 言語のね、派生がいっぱいあって、まあ、C 言語の、まあこの、なんて言うんだ、ちょっと、スチームをね、オフにしとかないとね。終了しとこう。で、C 言語っていうのはすごくね、機械語に近いらしいんですよ。機械語、だから、割と、まあ、なんて言うんでしょう、プリミティブというか、原始的な言語なんですね。だから、その C 言語を良くしようと思った人たちがどんどん、オブジェクティブ C とか、C++ とか、C シャープとかね、いろんなマイナーアップデート、まあ、メジャーアップデートとか、いろんなアップデートをしております。コンパイルがいるやつ。やっぱ C がいいかな？やっぱ C はいいよ。SQL。これはね、データベースでよく聞きますね。まあ自分もよくやったことないと思うんですけれども、2016年は Swift がすごい人気だったらしいですね。今はどうなってるんでしょう？求人のトレンドは C が多くて SQL が2位。Java が3位。まあなんかいろいろあるね。言語はどれがおすすめ？まあそうなんですよ。まあ結局、まあたくさん言語はあって、どれがいいのかっていうのは、まあ、かなり好みによるっていうのと、あと、なんて言うんでしょう。目的によるということなんですね。で、まあ、いろんなかという人もいれば、例えば JavaScript がいいとか、まあ、いろんなものがいいとか、なんかやっぱ JavaScript がすごく人気らしいけれども。まあ、今回は、
まあ、どうしようかということなの。まあ、黒板アプリってね、まあ、Windows というか、まあ、割とヌルヌル動くから、まあ、サーバー向けというよりも、草生える言語、あれ F 言語だったかな、まあ、D 言語だったかな、 F 言語だったかな、今は、まあ、今自分のね、よく使ってるライブラリに合わせて、好みに合わせて使っていきましょうということで、まあ、これはもう、自分のよく使っているライブラリ、Open Shib3D、まあ、この Shib3D というライブラリね、C++ を使ってやっていきます。まあ、C++。ね、C++。まあ、よく聞いたことある人もいるかもしれないんですが、まあ、これは、ウィキペディアで見てみましょう。さあ、あ、間違えた。まあ、この設計者、ビャーネ・ストロウストロップさん、ね、が1983年に開発した言語でございます。この、よくね、ハゲって呼ばれてたりするんですが、まあ、この方が、この前日本に来日してくださって、この前発表してましたね。この方の発表を聞いたときに、まあ、今の言語、昔のね、C++ から今のね、進化した C++ がどんなように変遷してなっているかという、まあ、デンマークの方らしいですね。今67歳。この前サインもらってきました。直接見たんですけど。まあ、このビアネストラウストロップさんの作った開発言語です。で、今はね、C++ っていうのはね、いろいろバージョンがあって、まあ、そのバージョンごとにね、VL チャットじゃないですね、VDraw というソフトを使ってます。まあ、2011年までにあった、まあ、やつから、まあ、まあ、メインでね、C++ なんとかっていうバージョンがあるんですけども、2011年のね、C++11 っていうメジャーアップデートがありました。さらにね、C++14 だったり、C++17 だったり、C++、まあ、20がありますね。まあ、今はこの17というのが、最新の言語になっております。まあ、これ、それぞれ、C++ とか同じじゃんって思うかもしれないんですが、まあ、このバージョンアップごとに、どんどん仕様が加わっているので、どんどんできれば、この新しいのに追従していきましょう。というところです。なので、ここは特にね、11からはね、別の言語みたいになっているので、まあ、一応、広報互換性っていうのがあるんですけど、この広報互換性というのがあるんで、まあ一応このソース、こっちのね、98年のソースコードはここの17のコンパイル動くんですが。C++ は20。ということでね。20。もう、かたくなに20にしていきましょう。で、17のね、やつやっていきましょう。まあでもかなりね、マニアックなところなんで、11さえ覚えておけば、なんかモダン C++ っていう風に呼ばれたりします。はい。まあでも17まで使えないと、今のね、CPU というか、かなりリソースを無駄にして、速度が落ちるってことなんで、どんどん17バージョンアップしていくと、どんどん高速化していく。最適化がね、されていくような形。あと、バグが少なくなっていくということが重要です。まあ、そんなもんでね。まあ、このオープンシブ3のいいところは、最新のね、C++ の、まあ、基準に沿っていると。この、はい。すべてのコードが最新の C++ 11-14 の規格で書かれているため、Shib3 使うことで新しい C++ の書き方を学習できますということです。まあ、これをね、Shib3 で使えば新しい C++ を勉強できるじゃんということで、まあ、勉強にも役立つライブラリということです。まあ、使っていればなんとなくわかりますよ。まあ、これをね、まあ、皆さん適当にダウンロードしていただいて、で、Visual Studio、まあ、Mac でも一応最近は動くようになりました。まあ、自分は Windows なんで、Windows の Visual Studio で動かしていきます。まあ、これで今ダウンロードしたんですが、まあ、これでね、まあ、適当にコンパイルすると、まあ、この22行のね、ことで、Window が出てね、文字が出てくると。はい、こんな感じですね。640×480 の画面の中で、Hello Shib3D で、こんな感じで解像度と、まずこの解像度のね、どこに、マウスポインターがあるか。あと、この絵文字ですね。絵文字が出てくるというところです。まあ、これ結構ね、オープンシブ3の特徴で、これまではね、C++ で、絵文字が使えるっていうのはかなり珍しいんですよ。このね、ひよこのマークとか、この絵文字を直接入力すると、
画面に絵文字を直接出せるということです。まあ、つまりこれがどういうことをイメージするかっていうと、これまでゲームを作ったりアプリを作ったりするときには、画像を用意しなきゃいけなかったんですね。PNG とか JPEG とか、なんとか、いろんな画像の形式で画像用意し、リソースを用意しなきゃいけなかったんですが、まあ、めんどくさいときは、絵文字で代用するっていう裏技ができるようになっております。はい。じゃあ、このね、このソースコードをビシッて、マイクロソフトペイント、これの打ち勝つようなね、新しいペイントソフトを作っていこうという感じです。イエーイということで。じゃあ、まずどうしようかということなんですが、まず、コンピューターがこの、どんな風に画面に描画しているかっていうのをまず、理解しておく必要がありますね。はい。なんだ？あ、ニコニコ広告、ありがとうございます。この、こんばんは。こんばんは。はい。今ね、この、大きくしていきますと、はい。これがインクルードですね。これでライブラリを読み込んでおります。で、このメイン関数。まあ、ここがエントリーポイント。まあ、エントリーポイントっていうのは、本当は CV3 の方にエントリーポイントがあって、で、ユーザーが書くべき関数はこのメイン関数だけです。で、あとはこのフォワール文でシステムアップデートがあるんですが、まあ、ここでこう、1秒間に60回ぐらいのやつをここの間の処理をね、繰り返してくれる。まあ、そうです。まあ、つまり、このファイル文に入る前に、ここである程度初期化をしてしまって、ありがとうございます。で、ここの中で更新、画面の更新の処理をするということをすれば、この、まあ、黒板ができるのかな、ということですね。ただ、じゃあ画面を映像を出すにはどうしたらいいんだろうということなんですが、どうしたらいいんでしょうね。まず、こんな何もない状態でコンパイルしてみましょうか。だから、JavaScript とかだと、コンパイル。あ、CIV3D とね、Visual Studio と C++ でやっております。まあ、コンパイルに時間がかかるのが、まあ、ちょっと C++ と、まあ、このライブラリの、まあ、少しネックなところかな、というところですね。あと、この、今このね、キャラクターが動いてるやつは、VDraw というソフトを使って、実況します。はい、何も書かないと、こういうウィンドウがね、出てる感じですね。このウィンドウが出て何も、まあ何も書いてないから何も起きないんだけど、何もしなくてもウィンドウが出てくるっていうことなんですよ。まあ逆に言えばこのウィンドウが出てくるっていうだけでね、例えばダイレクトX とか自分でライブラリを作ってた人は、ああ、ありがたいというようになるわけですね。あと、まあ DX ライブラリのウィンドウを出すだけでももうちょっとね、初期化の処理が必要なんですが、まあ、この、ニーナちゃん。ニーナちゃん、ありがとうございます。この、何もしないだけでウィンドウが出ると。まあ、ありがとうございますって感じですね。じゃあ今度画面を出すときにどんな風に処理していきましょうかということなんですが、じゃあこの本当に黒い黒板を使っていきましょう。まあ、この私たちがこうやって見ている、目がありますね。目がありますね。目があって、で、こうあるんですが、こうモニターが。MAIN じゃなくて、あ、そうです。ライブラリ側がちっちゃいメインの方があって、で、ユーザーが書くやつは文字のメインでやっております。で、この、まあ、モニターがありますね。で、こうやってウィーンってやって、こう、コンピューターがあって、こう、画面使うんですが、まあ、ここにね、グラフィックスのプロセッサーがあるわけですね。GPU。はい、で、まあ、この、あって、橋渡しがあって、まあ、CPU があるわけなんですが、言うと。私たちはですね、このプログラミングによってこの CPU ね、あとこのキーボードを使って、まあソースコードをやって、これが VR CHAT VR チャット、ちょっと違うですね。で、この私たちはここのイメージした、このイメージ、こういう命令してほしいなっていうのをこうやってブーっと、この CPU に命令するわけですね。はい。で、この CPU に命令したときは、イメージってオブジェクトを作るんですよ。まあ、イメージってオブジェクトを作るわけですね。で、ここにはピクセル。まあ、ドットみたいなやつ。ドットです。ドット。ドットごとに、こんな、ドットを書いてほしいというような、オブジェクトをこう指定します。ただ、これを、イメージっていうのは、まあ、CPU 上にあるんで。VR ってニコニコ生放送での実装なの？ニコニコ生放送じゃないですね。多分これユニティ使ってると思います。で、このイメージのオブジェクトは、実はちょっとね、GPU を介してじゃないと、このウィンドウにたどり着けないですね。なので、まあ、この途中の、右下は見えないよ。あら、右下見ない。あらら。ということで、ちょっとずらしていきましょう。はい。まあ、この、
ドットを作ってほしいだって。そうそう、ドット。ドット疲れるわ。おお、面白いね。ということで、まあ、面白いのはスルーしといて。で、ここね、テクスチャーっていうのを変えなきゃいけないですね。テクスチャーオブジェクト。テクスチャー。はい。だから一回こうやってこんな配信してるんだ。だから、このイメージっていうのから、一回、ありがとうございます。こうテクスチャーに変換して、で、このテクスチャーに変換した後に、こうやってやっと画面でこうやって、こういう、画像が出てくるわけですね。まあ、つまり、今回私たちは、イメージ。このイメージを編集する、しなきゃいけない。で、最後に可視化する際にテクスチャー。システムどうなってるので、こうテクスチャーに変換してあげるということです。まあ、せっかくなんでね、このソフトすごい大人気なんで、V ドローっていう、ソフトだけ今紹介しておきましょう。この V ドローってソフトで、プレゼンテッドバイ V ドローということです。ぜひ500円買いますのでダウンロードしてみてください。まあこの放送です。じゃあまずイメージっていうのを作ってみようか。イメージ。はい、イメージ。まあオブジェクトを作るにはこう、イメージ。これイメージっていうのは、渋3のオブジェクトですね。用意されたオブジェクトです。イメージ。イメージですね。あとは、まあ、イメージがどのぐらいのピクセルあるのかと。平和に全人類が生活しているの。まあ、このコンストラクタっていうんですけども、ここにどのぐらいの解像度が必要なのかっていうのが、まあ、必要ですね。500円でこんなのできちゃうの？すごいですね、本当。サイズ。ね。サイズ。まあ、このすれば、ウィンドウのね、解像度ここに入りますんで、イメージ。だから、640×480 っていう値がここに入ってるんですが、まあ、これが、その分のピクセルのね、配列がここにバーッと入るわけですね。じゃあ、これで。世界は変わっている。世界は変わっている。次、テクスチャーあるんですが、まあ、テクスチャー2種類あって、ダイナミックテクスチャー。はい、ダイナミックテクスチャーっていうので、何回でも、そう、できちゃうのがいいですよね。テクスチャー。まあ、このテクスチャーっていうのがあって、まあ、これ適当にイメージと。まあ、これ、初期は何でもいいんですけど。つまり、ここから、イメージをこれを編集していって、主産の専門テクスチャーと。何ですか？自分の専門はね、コンピューテーションファブリケーションという、まあ、ちょっとマニアックな分野ですね。で、このイメージっていうのを、このファイル文のところでこうループして、描画していくと。まあ、テクスチャーをただ描画するだけだったら、テクスチャードットドローだけでなんとか済みます。これだけでも書けちゃうんですね。まあ、かっこいいダブル。はい。まあ、とりあえず何もしないで、書いてみましょう。ちょっと。かっこ、コンピューターの間に。あ、つまり、機械工学とかそっち系です。そうです。まあ、ハードウェア系とかそっちもやったり、まあ、ソフトもちょっとだけ触ってみてね。月夜さん。なるほど、ね。なるその、はい。その、分野について、ちょっと説明した、やつは、チャンネルチョビーですね。この、チョビーズチャンネルのこの放送で説明しましたんで。あ、ぜひ、このチョビーズチャンネルをよろしくお願いいたします。まあ、このキャラモデリングは BLANDER。ブレンダーじゃなくてメタセコイアでやりました。で、これで、まあ、この、一応今、この動画。主産の専門分野も見てみたいです。あ、これ見てくださいね。まあ、一応ね、この、まあ、この V ドローを使って、専門分野のね、この、まあ、それぞれのね、関連分野みたいな説明しております。まあ、それは置いといて、で、この、ウィンドウが出ましたね。で、テクスチャードットドローって書いてあるだけなんで、まあ、別に何も更新しないから、何も描画されてないね、という感じですね。うん、なんか微妙ですね、うん。動画も作れちゃうのか。というわけで、ライのね、Z ブラシ。ポリゴン使わなくていいのがいいですよね。で、まあ、イメージ、じゃあちょっと、イメージを、色を変えたらどうなのか。うん。例えば、カラーを初期化で決定できるので、例えば、カラーの、まあ、例えば、256の RGB とか RGBA で設定することもできますが、まあ、ある程度プリセットがあるんで、パレット、コロンコロンってやるといっぱい、プリセットがありますので、まあ、例えば、まあ、レッドとかやってみましょうか。赤い画面をね、これ初期化すると、まあ、多分これ、イメージの中に赤を入れたんで、で、あとは、この中に、テクスチャーの中にイメージを入れて、それを描画するということになっていますね。まあ、これで、多分おそらく画面に真っ赤かな、なんだろう、
真っ赤な画面が出てくるんじゃないですか。さあ、うまくいくかどうか試してみましょう。説明は AWWW。 ああ、このようにね、赤を入力するとこないウィンドウに赤が出てくるんですね。いやー、こんな感じでプログラミングって出てくるんですね。まあ、これね、すべてのピクセル、今ね、640×480 っていうピクセル、まあ、1ドット1ドットがみっちり詰まってるわけですよ。ガーッと。そのみっちり詰まってるやつが、赤がもういっぱい入ってるというイメージですね。まあ、たくさんの赤が溶石されているということです。まあ、黒板は何色かなというところなんですが、まあ、黒板って黒というよりも、なんて言うんでしょう。濃い緑色かなという感じで、ちょっとこの、なんて言うな。どのぐらいがいいかな。このぐらい？このぐらいの方が黒板っぽくない？で、黒でこういう感じ。あ、白か。濃い緑。黒板、緑。まあ、こういう感じ。緑版みたいな。黒板、カッコ緑。ね。まあ、この、大体ね、よく、色を指定するときおすすめなのは、このペイントソフトのね、万能な点はね、こんな色がいいなと思ったら、くすんだ緑っていう。そうそうそう。ここにね、RGB っていうのがあるんですね。ごめんなさい。今なんかちょっと、英語じゃないから分かりにくいんですが、この、スポイトツール、例えば吸って、で、ここで、R60、そうそうそう。B100、例えば、34、82、29っていうのが見えるわけです。緑番とは言わないうちに。はい、だから、ここで、R が34、グリーンが82、ブルーが29か。そっかそっか。っていう数字をこう覚えておくわけですよ。34、82、29、38、29、38、29、38、29、ずっと唱えながら、ここでから。CMYK でもいいよ。そう。38、29だったかなって言って、これでカラー。これは255がマックス。0から255がマックスなの。オブジェクト、カラーオブジェクトなんで、これに入力してあげると、さっきの色が出てくるかもしれないですね。合ってるかな ?82 だったね。34、82、29。まあ大体、値が2ぐらいずれてもそんなに問題ないんで、大丈夫でしょう。さあ、黒板の色になるかどうか。果たして、どうなるでしょう。マジで授業してるみたいですね、さあ、どうなるでしょう。ああ、よかった。これで、ウィンドウがね、緑色になって、緑版ができましたね。ただこれ、ウィンドウね、なんて言うんでしょう。ちっちゃいかな？ちっちゃいかな？まあでも後でいいか。まあなんかちっちゃい気もするんだけれども、まあこのままで進めていこうか。はい。じゃあ、今度マウスがクリックしたら、この白い線を描きたいという話ですよね。4対3だからね。4対3だからね。16対9にしても、あとで16対9対応版にしましょう。まあ今は文字を書くというところをやっていきましょう。まあこれは最初のチュートリアルみたいなものですね。この形式でいろんな授業の動画作れますよね、本当に。この if 文を使って、もしもここに、条件を入れるわけですね。左クリックを押されてたら、このイメージをね、ここを改造していくという形です。この左クリックが押されていたらっていうのはどうやるかっていうと、マウス L っていう、まあ、オブジェクトがもうすでに用意されてるね。これでダウンとかプレストとかね、あります。まあ、ダウンっていうのが、まあ、押した瞬間、あとプレストっていうのが、押されている間という。これ著作権ありますか？あ、全然大丈夫。てか、このソフトは、500円で買えるので、むしろこう500円で買ってもすでにそれだけで済むんじゃないですか。ブースで売ってるみたいですよ。で、このマウスエルプレストって言って、やって、ここにイメージにちょっと書き換えていきましょう。じゃあイメージに、じゃあどうやって書き換えていくか。ね。オーバーライトっていうのが多分あったんじゃないかな。オーバーライトっていう関数がもうすでに用意されてるんですね。研究員。そう。あ、でもチョビーズが自習室してるっていう。いやー、本当にね、このソフト作ってる人は知り合いなんですけど。で、動画いっぱいありますよ。ありますよ。DXLIB しか使ったことなかったから面白い。いいですね。で、オーバーライトで、まあ、この、なんて言うんだろう。
まあまあ、この図形をどんな風に変更するかとか、まあ、いろんなこのイメージの書き換え方っていうのがあるんですが、例えばね、図形を書く方法があるんですよね。例えばライン、これラインっていうのは線を描画することができる関数なんです。例えば一つ前の1と、今の1のラインですね。まあ、円で書いてもいいか。まずは最初円で書いてみようか。サークル。サークルっていうのをやると、自分のね、円を画面に描画することができます。例えば、そうだな。まず、マウスのポジション。マウスのカーソルか。カーソルの、ポジション。ね、ポジションで半径はどのぐらいかな、まあ、このチョークの半径は例えばペイントソフトだったら、まあ、どのぐらいかな、直径5ぐらいかな。だからまあ、じゃあ3、半径3ぐらいかな、半径3ぐらいの円を描いてみよう、うん、じゃあまあ単で、まあカラーはホワイト。じゃあ押してる間だけ円が描かれるかもしれないですね。ちょっと試してみましょう。押したら円が描かれる。ただテクスチャー、あ、そっか、テクスチャードットドローしてるから、これ描かれてもそのさらに上にドローしてるから見えないね、だからこれは何も起こりません。まあうまくいかないっていうことをね、証明するためにね、やっているということで、まあ、このサークルをどのようにイメージにライトしているかというと、オーバーライトというので、これで先ほどのイメージをここに入れてあげます。多分これでよかったです。ちょっとうろ覚えでね、このライブラリ久しぶりに使うからこれで合ってるかどうかっていうのは分からないんですが、でパレットホワイトでいきましょう。これで、今テクスチャーの、渡すためのイメージにやって、で今度はテクスチャーにそのイメージを渡してあげます。フィル、トライフィル。まあ、フィルに、イメージ。はい。そうすると、まあ、さっき言ったみたいに、イメージから、で、これをちょっと編集して、で、さらにテクスチャーに渡してあげて、で、それを画面に評価するっていうのを、こう、毎回1秒間に60回やってるっていうのが繰り返されます。まあ、見てみればわかります。ちょっと、ね、横に長いから分かりにくいね。開業しとくか。うん、確かにこれいいソフトですよね、このソフト。なんか小倉さんっていう方がね、小倉さんというバーチャル YouTuber の方が作ってくださったそうなんで、皆さんも500円で買っていきましょう。V ドロー、みんなで使う V ドロー。はい、じゃあ押すと、あ、こんな感じで円が描かれて、こんなね。で、テクスチャーにその円がどんどんオーバーライトされて、オーバーライトっていうか、イメージに円がオーバーライトされて、それがテクスチャーに渡っているということでね。まあ、こう絵描きというか完成しました。うわ。なんかちょっと気持ち悪くないですか、これ。なんかタラララって待ってた。よく黒板もこういう現象起こりますけど。やっぱこう、早く書くと、点々になりますよね、うん。どうしようか。これ解決するのはどうしたらいいかなという話なんですが、皆さん、どうしたらこの点々解決できると思いますか？